ファーストクラス、ファーストクラスとは旅客機の最上級客席のことである。多くの航空用語の例と同じく、元は客船で使われていた用語で同じく最上級客室のことを指していた。世界の鉄道においても、ファーストクラスカー、一等車、セカンドクラスカー、二等車、サードクラスカー、三等車と分けられていた。日本の旧日本国有鉄道では、 1960年まで三等級生、その後1969年までに等級生を取っていた。現在、主要な国の鉄道では二等級生が多い。航空においては、1920年代以降に旅客機による旅行が本格化し、旅客機の収容人数が増えて、機内客室がクラス分けされた際に、この名が付けられた。 基本的により広い床専有面積を持つシートの提供とより充実したサービスの提供が行われる。1950年代前後からのダグラス DC-4B やブリストレブリタニアなどの近代的大型機材の本格導入により搭乗客数が30人以上となった。これに伴ってファーストクラスに代表される航空機における複数の座席クラスの提供が 本格化した。また、1940年代までのように、単一クラスの提供であった時代は、短距離ならば、現在におけるビジネスクラスと同じレベルのサービスと食事が、遠距離ならば、当時航空運賃が非常に高いことも、相まって、現在のファーストクラスとほぼ同じレベルのサービスが、提供されていた。以前は、機内に専用のラウンジを設けたりする一方、 座席そのものは、エコノミークラスを単に大型化し、フットレストを追加した程度のものであった。時代が下るにつれ、座席のリクライニング角度をより深く、専用スペースの大型化や、シートピッチの拡大も進められた。1996年には、全日本空輸や、エールフランス航空が、床面に対して、完全に平行にいる、フルフラットシートを登場させ、間もなく、 ブリティッシュエアウェイズにより、隣席のないソロ配置のシートが導入された。近年ではさらに天井までの仕切りと扉を備えた、個室型の座席の導入もんでいる。近年では、競争激化と技術の更新を背景に、競合の多い路線では、頻繁に新型座席に更新されており、ほぼ5年から10年程度で新型座席に変更されている。また近年では、 ビジネスクラスの競争によるハードソフト両面のサービスの向上と顧客企業の出張コスト削減によるファーストクラスの利用客の減少などによりビジネスクラスのサービスの向上と同時にファーストクラスを廃止したり設定路線を縮小する航空会社も増えている。またバージンアトランティック航空のようにファーストクラス並みのサービス内容を持つビジネスクラスを提供するという主張から はじめから、ファーストクラスを設定しない航空会社もある。また、ビジネスクラスやエコノミークラス普通運賃を頻繁に利用する収益性が高い乗客に対しては、マイレージサービスの特典などとして、ファーストクラスの座席を提供する航空会社もある。区域内の短距離国際線や国内線の上級客室を、ファーストクラスという名称で提供している。 航空会社も多いが、飛行時間が短いことから、シートの大きさやサービス内容が、中長距離国際線のビジネクラスと、同程度という場合も多い。例として、バージンアトランティック航空系列のバージンアメリカも、アメリカ国内線にファーストクラスを設定しており、無料の機内食や130センチを超える前後幅の、本川シート、無償の預かり手荷物などのサービスを提供しているが、 この座席間隔の数値は、親会社のビジネスクラス、アッパークラスの中距離線の素に近い。一方の欧州では、域内短距離国際線や国内線でも上級客室がファーストクラスでなくビジネスクラスとしている場合が多い。また、この場合、ビジネスクラスの座席はエコノミークラスのそれと比べて座席間隔が広い程度の違いしかなく、 さらに三列座席の真ん中の座席を封鎖することでに、列座席として使用するなど、座席の機能を利用して簡易的な際に止める場合が、ほとんどである。日本において、日本航空が、日本国内の四路線、東京、羽田大阪、伊丹線、札幌、新千歳線、福岡線、沖縄、那覇線に導入している、国内線ファーストクラスは、 日本航空の国内線クラスの3クラスで最上級である。専用カウンターや専用保安検査場、空港ラウンジや預かり手荷物の重量制限の割増し、有名レストランや料亭と提携した機内食が提供されるほか、日本の航空会社の国内線として最大の130センチを超える前後幅を持つホンガーシートを装備している。 2011年より JR で採用が始まっているグランクラスにおいても類似したコンセプトの大型シートが導入されている。いずれも国内線の従来の上級シート、スーパーシートやクリーン車などより優れるものの、やはり国際線で言えば、米国国内線などと同じ中短距離用ビジネスクラスの座席に近いものである。なお、かつてのスーパーシートでは座席の予約コードが F となっている場合があり旧日本エアシステムが合併まで導入していたサンクラ製でもスーパーシートが最上級客室として扱われていたパーソナルテレビは短距離路線では設置していない会社が多い主に国際線の旅客機に設定されており基本的に日本東南アジア往復で30万の100万円ヨーロッパ 北部アフリカ方面あるいは北米往復で100万円280万円前後、南米や南部アフリカ方面往復で120万円から380万円前後と、エコノミークラスの数倍から20倍程度、ビジネスクラスの2倍から5倍程度の運賃を徴収する。日本での利用客層は、天皇、皇后以外の皇族、閣僚、国会議員、大手企業の役員、 会社経営者、宗教指導者、芸能人、プロスポーツ選手といった人々が大半であり、欧米諸国であれば、Z 族と呼ばれ、自家用機や社用機も保有するセレブリティが主である。航空会社、路線により異なる。航空会社によって、多種多様なサービスが用意されるが、空港内での待ち時間を充実、もしくは短縮するサービスを提供する、航空会社が多い。 ビジネスクラス利用の顧客に対する優遇サービス的な側面も持つため、ビジネスクラスのサービスの個々の質をさらに上げたものを提供しているケースが多い。日本航空やカタール航空、エールフランスなどのファーストクラスは、シートと通路の間に胸の高さ程度の仕切りがあり、ソロ仕様と呼ばれる。また、エミュレーツ航空のエアバス A340 から500型機、 B777 型機、A380 型機や、シンガポール航空の A380 型機やエティハド、航空などの一部の航空会社のファーストクラスは、シートと通路の間に、扉と身長程度の仕切りがあり、個室に近い空間である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。